大学砂漠浜松静岡県浜松市政令指定都市で人口80万人もいますさらに近隣の町を加えると遠州地域は人口が130万人もいますこの浜松を中心に130万人も人が住んでるんですが一言で言うと大学が砂漠ですこの辺りの高校に通ってると考えてください 地元にある大学、まず国公立ですが、静岡大学は法学部と情報学部しかありません。そして浜松医科大学、あまりに大学足りないんで、公立の静岡文化芸術大学が新たにできましたが、文化政策学部とデザイン学部だけだし、公立大学は他県の高校生にも狙われますから、地元の人をそれほど吸収しているわけではない。社会科学系がないんですね。私立大学はどうでしょう 西霊クリストファー大学と浜松学院大学と常葉大学浜松キャンパスしかありません。大学砂漠もいいところなんですよ。なので、浜松の高校を回ってると、まあ東京の大学行ったり、関西行ったり、名古屋行ったり、まるで長野県のように流出してるんですね。人口多いからイメージ湧かないんですけど、この演習地域というのは、4年生大学進学にあたって地元から流出していくんですよ。 これは結構深刻なんじゃないのと思って、まあ国公立入れないとして、で、私立大学がその看護、福祉、教育の精霊クリストファーと、まあ保育系とか、まあちっちゃい女子短大のイメージの強い浜松学院、で、床派も浜松駅からバスで50分のすごい山奥で、医療系と経営しかないということで、なんというかこのマーチン日東駒線みたいな人たちが入りたい大学が浜松には一切ありません。かなりきついです、これは。 地元に入りたい大学がない。静岡市だったらまだ常派大学あるんですけどね。で、同じ演習だと、磐田市に静岡産業大学がありますが、サッカーのイメージしかなく、静岡県立農林環境専門職大学で行きましたが、まあちっちゃい農業系、袋井市に静岡理工科大学がありますが、工業系大学としては、まさにそのマーチ・日東駒線みたいな人が入りたい感じではないというのが現状で、浜松に住んでると、 大学進学は実は県外に出るしかないんです。結構きついです、これは。えー、愛知県豊橋市に愛知大学ございますね。ここの地域政策学部が実は事実上、浜松の人のための日東駒線みたいになってます。この地域政策学部っていうのはすごいよくできた学部で、地域政策学部のまあ1学部の中に5コースあるんですけど、 法共政策コースは法学部です。法務員要請。経済産業コースは経済学部と経営学部を兼ね備えてます。まちづくり文化コースは文学部や社会学部。健康スポーツコースは体育学部。食能環境コースは農学部。ということで、この学部1個で文系全部モーラみたいな状況。まあ、スポーツと農業は別として、法、経済、人文社会は実は 豊橋の愛知大学がきっちり抑えてるしかも豊橋には同じキャンパスに愛知大学文学部もあるんで人文そして社会学も持ってるということで愛知大学名古屋駅前に引っ越してはきたものの元々の本部だった豊橋市名古屋から電車で1時間ぐらいかかるようなとこなので名古屋の側から見ると行きたくない不便な場所なんですが実は浜松や遠州から見ると お手頃な名門私立大学なんですよ。愛知大の豊橋って。もちろん愛知大学もそこまで見越して、経済学部が名古屋駅へ撤退するにあたり、地域政策をお土産に残していったんだと思うんですけど、この豊橋の地域政策学部は僕はものすごくよくできてると思う。この法、経済、人文が全部揃ってるっていうのは、私立大学ではなかなか見かけません。地方国立では結構多いんですけどね。 だから僕はこの愛知大学の地域政策学部は評価高いです。それなりに公務員にも慣れてるし。で、そんなわけでこの愛知県豊橋市の愛知大学地域政策学部が事実上現在、浜松におけるなんか広島修道大学とか東北学院大学みたいなポジションになってるんですよ。愛知大としては極めておいしいが、まあ、ここだけが全部吸収できるわけでもございません。あとはそうですね、新幹線乗って日大の国際関係三島行くか、 え清水の東海大学の海洋学部や人文学部ですかやっぱあんまり行かないですよね。ということでベターなのは愛知あとはもう下宿して南山とかそんな感じですかね。なので浜松駅前に東北学院や広島修道みたいな文系総合私立大学が仮に存在しても定員は充足する気がする他県の有名大学関西大学とか法政大学とか南山大学に行かないで浜松駅前にとどまってくれれば。 かななりの高学力層が浜松に残るはずなんですねただ歴史的経緯から結局そういう文系総合次第誕生しなかったんで今から作るってわけにはいかないとは思うんですけれど仮に存在するとしたら浜松の駅前に人文系や国際系経済経営系法学系、まあ、あとは設備がいらないデータサイエンス系の情報工学みたいな文系総合大学的なものが浜松にできても十分人は集まるし 偏差値47.5ぐらいもらえるんじゃないのかなっていう気はするんですが、今から誰か進出しませんかって言ってもですね、静岡の草薙にある常派大学が張り切って浜松文庫を作ってくれないかなみたいな感じですね。あとは、えー、このままだと厳しい静岡理工科大学がですね、浜松駅前に来ないかなみたいな。まあ妄想ですね。ただ、個人的には浜松80万人、遠州130万人は、 東京や名古屋や関西に行くしかなく、ここはぽっっかりとエアポケットになってます現在は愛知大学地域政策学部が偏差値50代の受験生の獲得に成功してるんですが、実は浜松はおいしいマーケットですよということで、誰か大学来ないのかなみたいに私は考えてるんですが、全然そんな気配がありませんね。